マリモマイのダーツの旅 銀座 S スタイル。銀座 S スタイルさんは向こうが丘遊園北口から徒歩90秒と駅の超近くにあります。240台設置のスロット専門店さんです。車、バイクでお越しの方のために無料駐車場もあります。遊戯中、席を離れる際は貴重品を必ず持って離れてね。あで、いやー参った、また500ハマってますよ。だったら最初ね、そのままハマって ART ワンセットでもいいからゲットしておきたかったよね。上乗せゼロ、529枚。でもね、手応え的に悪くなさそうなんだよね。時間表、マリモさん拍手できないで大丈夫ですよ優しい。そう、カナ持ってくれるんですね。中間発表ですけれども、はい、もう不安しかないですね。こんな天気な感じですか？そうです、不安定な感じで、もっとグズグズです。もっとグズグズになりそうな感じです。あ、でも朝もほら滝のような雨だったのに結構大変になりましたからね。そうですね、確かにね、まだ僕はですね、はい、ボードギアス打ってまして、はい、投資がね、3万1000まで行ってしまっております。で、まだ全く出玉を増やすきっかけつかめずに、まだ使ってる最中ですよ。お金をするんでしょうね。ただ期待もない感じですか？いや、なんかだから朝一、うん、リセットっぽい、うん、なんか挙動が乱れた唯一の台なんだよね、うんうん、5台だから6台ある中で。だからもうちょっと様子を見ながらって言ってたら、なんか爆発的に、そうそうそう、報酬が増えていきそうな気がしてならないんですよ。けど、はい、まだあのままやめるわけにもいかないんで、ちゃんとあの野々太郎の言うことは正しいのかと助言は役に立つのかっていうのも探らないといけないんで、今後のために。なるほどね。ということで、私まだコードギアス打ちます。あ、後半戦も、はい、なるほど、大丈夫ですか？前さんは、私は、まあ、朝一絆行って、まあ、広角にも上がんないし、とりあえず BC が最初引くのにすごく時間かかったんですよ。なんかちょっとただの動物的な感でちょっとないな、動物的な感じ。まあ、おぼろちゃんで 見ましたよ、細い三日月でね。で、そっからそういえば野々太郎さんが言ってました。野々太郎さんが言ってましたね。昨日は凱旋が強かった、ハーデスはあまり強くなかったから、うん、今日はハーデスがあるんじゃないのっていうことでハーデス言ったんですよ。ハーデス今2台目なんですよって。はいはい、悪くなさそうなんです。で、悪くない、悪くなさそうです。初当たりがもう結構軽いんで、じゃあ粘るしかないね。そうですね、絆に戻るわけにもいかないもんね。絆にはもう今さら戻らないですよ。ね、そんな絆ないよね、あの台とね。可能性をかけて、そういうことですか？そっちの絆ですか？いや、でもまあなんとか、うん、きっとなりますよ。どっちかは、少なくとも。私まだ出玉ちょっとあるんで。お、400枚ぐらい。期待できますでしょ。400枚なんですけどね。期待できますね。もう、野々太郎のね、言ってることを信じます、最後まで。わかりました。はい、じゃあ、さあ、果たして野々太郎さんは、的を射た発言をしていたのでしょうか。後半で明らかになると思います。では後半戦行ってきます。出るぞ、来ない、
ション来ないのかな。当たりました。高設定の要素がありますね。ようわからん。いやー、犬以外を見たい。お、ラッキー。何か引こう。399枚。唯一設定変更の痕跡を、見つけられたというか感じられたこの台が一番負けてるっていう、すごい理不尽なことが起こっております。ハトが2台目とかね、もう2箱使ってたりしますので、お隣さんも箱使って、ど真ん中の台はまだあれか、そこまで回してないのか。でも持ちコイン遊戯ですね。まあ、でボーナスを今1200ゲームぐらい回して2回なんですけど、これは完全なる僕が下手くそっていうだけですね。これはちょっとね、設定差がどうこうっていうあれじゃないので。いやー、まいったな。うわー、最悪パターンだ。あー、入りません。 ART が全く見えません。今650ゲームぐらいなので、まあおそらく天井 ARTいくんじゃないでしょうか。このままだとボーナスも引けないし、 ART もね全然引けないんで、いくと思うな。こりゃうわ、また光ってる。朝一の光ったのも単純に前日の残りなんじゃないですかね。この可能性もまあ思ってはいたんですけど、朝一っていうことを考えると、まあね、どっちかって言ったらっていう話でね。はあ、参ったな。
当たれ当たれ当たれ当た当たれ当たれなのか774ゲーム当たれなのかこれは当たる当たるんじゃないかこれは当たってる。もう。でもまあ天井行っても、まあ、ART なんでね。なんか得点がついてくるわけじゃないんで、まあまあまあ。そう考えたらまあいいんですかね。いいと思っておきます。3万8000円で、本日の3回目のボーナス。さあ来い。これはねちゃんにしか会えません。でもね、この台全然ハマってないっちゃハマってないですよね。上乗せ下手。ここ、あ、でもよかった、無事乗りました。今日まだ1回もデジャブ見てないです。これでちょっと頑張れそうです。台風の中ね、で帰れなくなるかもっていう不安と戦いながら5万円目です。いやー、これでさらに徴収されるわけですよね。これを取り返せないと。はぁ、もうなんでこんな引けないの。ボーナス500分の1って
いや勝てるわけねえじゃんそんなもん。さあいよいよ、あお、ここから揃わないよね多分。ただチャンス目になるんじゃないかな。チャンス目です。当たってるでしょう。 C2 さん、赤まで行った。外の世界はどうなっているのですか。この人が喋るのは珍しいです。ああ、レインボー来ました。今土砂降りですよ。もういいですか。絶対音質の方がいいって。お、赤7かな。青否定されたんで。当たれよそろそろ ART。 お、2回目、ギアスメリフ。さあ今回も ART はなしなし。ちょっと悪いもん出してきます。本日の最高枚数激アツ、激アツに激アツを出したんだね。これで当たってくれればいいんだけど。当たったかと思ったよ今。チャンスですまだ。よかったよかった。嘘じゃなかった激アツ。ちょっとどうなることかと思いましたが、やっと当たりました。85ゲームで。あ、初ペルセポネ。わあ、マジか。よし。とりあえず50は逃れた。いくよ。よし、お願い。わー、欲しかった。すごい、カットインだけは入るね。ゲーム
十分頑張ったと思います。いや、よかった。600枚ぐらいは出るんだけどね。お、いただいた。ありがとうございます。いい感じで、やっぱり後半型のエンジン。さあ、ざわついております。あー、当たった飛び跳ねた。当たったよ。皆さん、改めましてこんにちは。ダーツの旅でございます、はい。皆さん、お待ちかねだと思いますが、クオカードの当選者をここで発表したいと思います、はい、お願いします。はい、こちらに資料ありますんで発表させていただきます。まず千葉県お住まいの女性のんさん、続きまして大阪府女性ヘムさんあれですね、あのいついつ手拍子みたいなのが入るのがいいですね。そうですね、細かくいいですね。はい、続きまして東京都、男性たらきちさん、おめでとうございます。栃木県男性あつみんさん、そして千葉県男性かりんさん、続きまして、千葉県の男性唐沢さん、神奈川県の東明さん。難しいね、難しい名前。当たるに当たるに銘柄の銘とかそういう字だと思います。おめでとうございます。以上の方が、当選者となりますね。これは2月分の当選者ということで、何か気になるお便りとかありそうですか？まだ何も見えてないんでじゃあこれ、こういうの多いからこれにして読んでみようか。そうですね。じゃあこれ、ちょっとお便りのね、はい、応募してくれた方がお便りも添えてくださってるんで、こちらをちょっとね一つ二つ紹介したいと思います。大阪府のヘムさんがくれたお便りですけども、いつも楽しく拝見させていただいております。他の番組と比べてどぎつさがなく、ほんわか見られるところが好きです、だそうです。なるほど。なんかこれね、結構よく言われるんですよ。ほんわかしてるとか息が合ってるとか、なんかそんなようなことを言われるんですよ。まあ、多分うちらのこのトーン、どぎつさゼロですまあないですよね。ないですね。例えばその、まあ、ウイチさんと前やったじゃないですか、はい、番組、はい、でウイチさんも結構ね突っ込んでくる人でしょ。そう、激しめに、結構激しめにうん、でキムさん、ユタクさんも、まあ、多分そんなに一緒にやったことはないかもしれないけど、とは結構ね、その相田さんとか知ってますよ。あの、それは相田さんからすごく聞いてたので、あの見てるとまたそれもねすごいじゃないですか。すごいですね、よくぞ耐えたみたいな感じですよねそうそうそう、だから、まあ、ああいう人たちと比べるとマイルドですよね、仕上がりがね。僕はそうですね、かなという。マリモさんの女の、あ、なんだろう、こう、うん、大昔したキャラクターがそのまま反映されてるようなそうなのかな、番組ですよね。まあ、自分でよくわかんないですけど、ね、トゲのない丸みを帯びたキャラクターみたいな。じゃあ失礼します。何ですか、お腹ですかお腹ですか。違う、キャラクターが丸い。キャラクターがね、キャラクターが丸い、うん。さあ、続いて6月分の当選者発表ですが、はい、6月がね、大激陣させられたというか、大激震、そして、皆様には大盤振る舞いの回、そうですね、大変なことになった回なんですけど、何打ちましたっけ。ハーデス並びじゃない、違うかな。ちょっとまあ内容は忘れてしまったんですけどまあ嫌なことは忘れて、ね、負けたことだけすごく分かってるんですが、うん、12名様ですかね。12名発表させていただきます。大阪府
BMAX さん男性、福島県男性しんちゃんさん、滋賀県男性ヨッシーさんで、山梨県男性ウコさん、お山梨県、福島県の、女性銀ママさん、おめでとうございます、ございます、東京都男性キュンスケさん、お読めますか、お住まいが書いてませんね、男性ゲルジャッジさん、そうですね、ゲルジャッジさん、ゲルジャッジさん、あでもお住まいは埼玉ですね、あ埼玉ですね、はい、あ埼玉ゲルジャッジさん、すごい名前ですねはい、続きまして北海道男性ミオさん、同じく北海道から男性タケピーさん、お北海道多いですね、地元、地元、はい、続きまして、千葉県男性原田さん、いっぱいいますね、いっぱいいます、困っちゃうなこんないっぱいいたら困っちゃうねでもそういう結果を招き出したのうちらですからね、我々ですね、はい、栃木県これ寝頃さんでいいのかな、ね、寝に来る、寝っこの寝に来るっていう字です、寝倉さん、こちらでね寝頃って読むのかな、ね、ね、えらい、ね、ネッキさんじゃないもんね、まあ、その方です、はい、神奈川県37歳男性、なんで名前言ったんだろう俺じゃ年いったんだろう足立さん、以上10名の方が6月分の当選者でございます、はい、おめでとうございました、ありがとうございます、じゃあ舞さんなんか気になるお便り、お便り、うん、あのちょっと読んであげてください、はい、ということでタラキチさんからいただいているお手紙の方を読みたいと思います、はい、結果は散々でしたが悪い方の挙動が見れたので見ている方としては面白かったです、次回も楽しみにしています、どういうこと、いやだからまあ反面教師みたいなもんですよ、だからそういうことか、いろいろ学べたってことね、そうそうそう、だから勝ってる動画だとその勝ててわーってなって楽しいとこと、こうすればなんか出せるっていうか、あとこういうとこ気にして打てばいい台掴めるとかっていうのも分かるけど、ダメなの見て、あこういう台打っちゃダメなんだなとか、あ危険回避ね、そうそうそう、こういう風になったら負けんだなっていうのもうちらがなんかその実験台になってるっていうのも、まあ、必要なもんだですよきっと、まあ、確かに勉強になるかもしれないです、ね、だから思うんだけど、そのなんだろうな、例えばハーデスでも外線でもいいんだけど、普通に打つ人って、うん、そのまあ1回天井行くくらいとか、まあ、その前ぐらいまでしか普通打てないじゃないですか、うん、その懐事情的に、うん、まあ、3万円使ったら結構なもんですよ、結構です ね、でそんでまあ天井行って、まあ、4万5万6万使いました、でもうこれもう大ピンチじゃないですか、大ピンチです、でもうちらは多分そこで大ピンチなんだけど、同じくでもそこから先行かなきゃいけないんですよ、見せなきゃいけないんですよ、我々はそういう立場の人間なんですよ、いろんな事情が絡んでおりますのでねだから見せなきゃいけないか だからこれはいいお便りだと思いますよ、身を削って、そう身を削ったところをちゃんと見てくれてるわけですから、そうですね、だからそういうふうな挙動になった時には負荷をせず、こう諦めて今日は帰ろっていうのも大事ですよってことですよね、それも必要です、うちらみたいにはならないでくださいってことですね、はい、はいということで、はい、当選者の方を発表させていただきましたが、はい、これからも我々が残念ながらって言ったらいいのかな、いや違いますよ、残念ながらじゃない、残念じゃない、なんていうのこういうの、そうありがとうながら、ね、そんなことはあんのかよそんなこと初めて聞いたぞ、ね、ダーツ語ですよ、ダーツ語、ダーツ語です、ダーツ語、はい、なるほど、新語ですね、そうですよ、なるほど、じゃあありがとうながら、はい、我々が負けた場合は、はい、そうやってね、当選者の方、ご応募いただければと、思いますので、ぜひね振ってご応募いただければと思うんですが、その際には、お名前お住所を必ず明記していただかないと届かない、そうですね、せっかく当たっても手元に届かない恐れがありますので、必ずお名前と住所ですね、はい、いただければと思います、はい、その点だけ注意して、振ってご応募ください、よろしくお願いします、はい、お待ちしております、
なんで捕まんねえんだよ。リノさん、何やってるんですか。これが捕まんなくてよ。どれですか。これが難しい、捕まらん。難しいな、捕まんねえんだよ、これが。それだったら僕、持ってますよ。持ってますよ。え、なんであるの。どこにあったの。近所のホールに置いてありました。え、マジで。じゃあ俺ちょっと取り行ってくるわ。そそくさ行くわ。行っちゃった。それでは皆さんもフリーマガジンジャンバリ関東版近くのホールでゲットしてくださいね。